はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は10月26日火曜日になりましたね。まあ、今週はダウントレンドの方に向かうと私は思ってるんですけども、その途中でですね、まあいわゆるレジサポラインに引っかかってちょっとうごうごするところがあるんですよ。でそこを抜けるとまたダウントレンドに入ると思いますんで、今日はそちらの方をね合わせて紹介したいと思います。まあセルでいけば間違いないんじゃないですか。これがデイリーですけども、行動の限界点を突破できなかったのここですね。レンジを一瞬引いたんですけども、黄色と黄色でもうあっという間にここを突き破って下の方に行きましたよね。でここで一旦踏み上げてるわけなんですけども、ここにね同じようにこうキーポイントがあるんですよ。だからここで多少ねこうぐにょ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 ってするところなんではないかなと思います。と同じようにここでもですね同じような形が作られると思いますよ。だいたいねこういう風なトレンドを描いて上に行くときって左右対称になりがちなんですよ。これも今までも何回も申し上げてきましたけども、こういった形で落ち着いていくという風にだいたい全体像を見てね、この V の形ができるでしょ。何回も申し上げてきましたけども、こういう風な特徴的な上昇の後には同じようなね半値戻しとか前値戻しとかってあるわけなんですよ。まあ、ですんで基本的には左右対称に行くんではなかろうかというのを大筋で組み立てていけばいいと思います。その他の考え方としては、エリオット波動がもしねできていれば、エリオット波動ができていればですよ、こういう風に上がってきてぐんぐんぐんと、これはエリオット波動では今回ないんですけども、推進波が終わって調整波が整うとさらにこっちのね上の方にここを抜けていくってことも考えられます。それはそれでまあ覚悟しておきましょう。次4時間を見ていきます。まあ今回はね、今週はダウントレンドセルの方に向かうんじゃないかなってことでお話していきますけども、ここがこういう風に伸びていくってことですよ。ですんで今度はここを突き破って下の方に行くまで辛抱です。もちろんセルで入っても全然構いませんけどね。でここを抜けたら大きく下に行くよっていうことだけですから。じゃあ1時間の方見ていきましょう。1時間はねどういう風に進めていくかというと、もうこういうことなんですよ。トレンド転換が起きて高値が切り下がってですよ、こういう風に。で安値も切り下がっていくわけですよ、こうやって。ということなんで、この窓もありますしね、この小さな窓、もうすでに窓は埋まったと思っていいと思いますけども、これがセルの方に向かってこの安値をさらに切り下げていくことで売りが加速していくというふうに思われます。まあこれ以上言うことはないですよね。こういうふうな、ん？何の音だろう。はい、ダウントレンドですということですね。まあそれ以上に言うことはないかなと。まずはこういうふうにセルの流れが起きているというふうに認識すること。そしてそうならない場合もありますので、そうならなかったらどうするということも考えておく。私の場合そうならなかった場合は、転換した部分を抜けたらバイで改めて入る。それまではセルに振り返ることをいつまでも待っているって感じですよね。そうですね。2回3回ぐらいは入り直してセル、セル、セルとかけていこうと思います。もちろん今回のセルでのエントリーがそのままね、下に伸びていってくれて、ストレートに利益になればいいと思いますけどね。はい、本日は以上でございます。というか話す内容わかりますかね。ずっと見ていらっしゃる方もわかると思いますし、そもそもわかるようになったら私の相場解説見てないと思うんですよ。ですんで、まだね、私の相場解説がなんかこう、離れられないってことは、まず言葉の定義とか使い回しが、もしかしたらわかりにくいのかもしれませんけども、これはどういう意味なんでしょうかというふうなね、そんな、ご質問いただければ回答できると思います。はい、とにかくね、私のこの、トレード手法、まあ、ずっと勝てますよ、これで。これだけで。ですんでね、まず基礎用語を覚えて、毎日やってる私の FX のトレード練習を見て、たまに講義もさしていきますんで、それをきちんと身につけていただければ、あとはもう勝てます。勝てますけども、100% 勝つってわけじゃなくて、6対4で勝ちますからね。あくまでも6対4。現実的には7対3ぐらいだと思いますけども、でも6対4だと思ってください。資金は緩やかに増え続けて減ることがないっていうのが6対4。6割勝って4割負ける。その差額の2割で勝っていくって形でございます。あとはロットをどのぐらい増やせるかの勝負になってきますので、余剰資金ができれば、その分、まだね、ロットを積み増していけばいいんじゃないかなと思いますよね。基本路線、全く5年前と変わっておりませんので、これからも同じようにお話すると思います。それでは、失礼。